はい、こんにちは、おもつです。今回の動画は以前からの続きで第72回環境計量士試験についてやっていきます。科目は管理をやります。前の動画を見ていただいている方はわかるかと思いますが、問題の解説というよりも実際に試験中に私がどのように考えて選択肢を選んだのか、で結果として正解したのか、間違っていたのかといった、感想強めな動画となっております。そのため参考になる部分とならない部分とがあると思いますので、その点はご容赦ください。管科や観光など他の科目についても同様の動画を出しています。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。またこの動画が良いと思った方は高評価お願いします。チャンネル登録がまだの方は登録していただけると励みになります。よろしくお願いします。それではやっていきましょう。まず問1ですけれども、こちら正解が3番で、私も3番を選んでいます。計測管理に関する問題ですが、問題の評価としては知らなくても解きたい問題ですね。これは誤っているもの、間違っているものを選べっていう問題ですが、典型的な問題で、例えば必ず何々するとか常に何々するみたいな、このような記述が書かれているような時っていうのは、大体間違っています。そういう結果が期待されるとか、そんな風な傾向があるとか、曖昧な表記の仕方っていうのはむしろ合っていて、このように断定しているような選択肢っていうのは間違っている可能性っていうのは高いです。で、実際にこれ3番っていうのは常に外部で構成するというようなことが書かれていますので、そんなことをする必要は、普通に読んでもないよねっていうのは分かると思いますので、これは3番が間違っているということで、これが正解になります。続いて問2ですが、こちらの正解は3番で、私も3番を選んでいます。こちらの問題の評価としても、知らなくても解けるんじゃないかなと思います。3番は思いっきりデータを廃棄するって書いてあるんですね。そんなことしないでしょうと読んで即答できるのかなと思いますので、特に何も言う必要はなく、3番が間違っているということがわかるかと思います。で、次に問3ですが、こちら答えが5番で、私は1番を書いてしまいました。計測用語に関する問題で、例えば震度とか正確さっていうものはどういった指標ですか、精密さとか精度とか、そういった言葉をしっかり理解しているかというところが問われています。もう完全に曖昧にしか覚えていなかったので、どういうか分からなかったっていうのが正直なところなんですが、ただやっぱり5番っていうのが標準偏差についての説明で、これが間違っていたんですけれども、これはさすがにちょっと正解しておきたかったなという思いがあります。ただただ偏りとかばらつきっていうのを瞬時にどっちがどんな風だったっけっていうのが出てこなかったのが正解を選べなかった要因となっているかと思います。はい、続いて問4ですね。正解が1番で、私は合ってました。で、問題の評価としてはちょっと難しかったのかなと、わからなかった人も多かったのかなというふうには思います。私も完全に分かっているわけではないんですが、ちょっと図を描きますね。はい、このようなですね、図が描かれているかと思います。この矢印っていうのは、例えばこのように描きますと、 B っていうのは A に依存しているというように、意味になるというふうに描かれています。例えばここでしたら、この秒とキログラムというところで見ると、キログラム、重さっていうのは時間秒に依存してますっていうような図です。知りたいことはこちらの真空中の光の速さ C に依存せず定義される基本単位はどれですかっていう問題。選択肢は秒、キログラム、ケルビン、メートル、カンデラというわけで、最初問題見た時はなんじゃこれっていう感じでしたよねすごい困惑された方多かったと思います。で、私も今のこの考えても合ってるのかなっていうのはわからないんですけれど、一応光の速さっていうことでメートルパーセック
というふうに書けるわけじゃないですか。なのでメートルにも秒にも依存していない単位っていうのがここで知りたいことなのかなというふうに考えたんですよね。すると例えばメートルで見るとメートルに依存しているっていうのはカンデラとケルビンとキログラム、この3つはメートルに依存しているっていう矢印が書かれていますので、それらの答えは違うと。で、あと秒について見てみるとこちら全部ここから矢印が出ていてキログラム、メートル、カンデラ、ケルビン、アンペア、それぞれの単位は秒に依存しているっていうふうに書かれているので、まあなら答えは1なのかなというふうに考えて、まあ、結果として秒が正解。ただですね、まあこの考え方っていうのが正しいのかはわからないんですが、もっとこの図自体で仲間外れみたいなものってあるのかなっていうふうに考えたんですよ。例えばカンデラとケルビンに着目した時にカンデラとケルビンっていずれもメートルとキログラム、それと秒から矢印が来てるんですね。まあ、少なくともこれ違うっていうのはわかるじゃないですか。つまりカンデラもケルビンもどっちも同じなんですよ、依存関係みたいなものは。なのでここでもう明らかにカンデラとケルビンっていうのは3番と5番は消えますよねって、それはわかると。1番と2番と4番で考えると秒だけ矢印が自分の方向に向いていないという、そこのところだけを考えても正解というか1番を選んだっていうふうに考えることもできるのかなと思います。明らかにここだけ異質っていうのは分かりますよね。ちょっと難しかったですよね、いきなり試験でこんな問題が出てきたらパニクってしまう気持ちは大変よく分かります。続いて問い5ですが、こちら答えが3番で私は2番と書いて、盛大に間違えました。でこれは正直今もよく分かってないです分散に関する問題で、あと繰り返しかつ複数人っていう、繰り返し4回繰り返して、でそうするのを3人でやっているというような時の分散の母分散をどういうふうに表すのかっていうやつですね。これはちょっと私もよくわからなかったので、まあ、2番というふうになんか安易にやってしまったんですが、こちらも最初の用語の定義のところとも一緒でですね、統計学についてちゃんと理解のある方は、まあ、解けたのかなとは思います。まあちょっとこれはなかなか難しい部類の問題だったんじゃないのかなというふうに思います。続いて問い6、こちら正解が2番なんですが私は4番というふうに書いてしまいました。で明らかにうは間違ってますよね。不確かさをゼロにしたっていうような表記が、まあ、明らかに間違ってるので、まあ、これはまあ間違いでしょう。構成をしたからといってそういうのがゼロになるっていうことはないですよね。同じような書き方で過去問にも偶然誤差をゼロにしたとか、このようなものっていうのは 100% 間違ってるので、まあ、分かりやすくうは間違いだということは皆さんも、まあ、文章を読んだだけでも、まあ、割と気づいたんじゃないのかなというふうに思います。なので2番か4番か5番というところで少なくとも絞り込めたのかなとは思います。で私はその後の絵の方眼係数についての理解っていうのがちょっと逆に覚えてしまっていたので、ここが、間違っているというふうに考えて4番を選んでしまったんですが、これ合ってましたね4番の書いてあることは合っているので、まあ、2か5っていうふうになるんですね。ただ私はその他の問題文章についてちょっと正誤っていうのが分からなかったので、結局2番か5番で悩んで、最終的には悩んでいたのかなと思います。続いて問い7で、問い7は1番でまあ正解でした。まあ私これ文章を全く読まずに式だけ見て答えを出していますが、まあこの式を見た瞬間にですね、ああ二項分布だねというのが分かりましたので、1番の二項分布を選びました。で問題の評価としては知ってれば簡単なんですが、
知らないとやっぱり難しいですよね、どれがどれかっていうのは。続いて問8ですが、こちら5番が正解で合ってました。まあ、これも用語の説明といえば説明 で標本変動係数っていうのはどんなんですかっていうので、標準偏差を平均で割った値ということで、こちらが問題文では分散というふうに書かれているので、まあ間違いですよねっていうことで5番が正解と。続いて問9ですが、こちら正解5番で私もまあ合っていました。まあ、相関回帰に関するところで、これもまあ私の中では結構簡単だったのかなと。相関が因果関係があっても相関係数っていうのはほぼゼロになるよ、そういうような場合ってありますっていうのが、まあ文章で書いてあって、まあ正しいですよねっていうことなんですが、もう y=x の2乗みたいな、こういうカーブを書いてるようなものってまあほぼゼロになっちゃうじゃないですか、相関係数が。けど明らかにもう因果関係ってあるので、こういう曲線を書くようなデータといいますか、そういったものはあたかも相関係数で見れば相関性ないよねっていうふうには思うんですが、実際にちゃんとグラフの形として、まあ、見てあげれば、まあ、相関ありますよねって、まあ、そういう問題です。続いて問10ですが、こちらは答えが5番で私は3番と、全く分からなかった問題です。これはこれらのですね、5つの因子、制御因子、信号、ブロック、誤差、表示、この5つの因子の説明文が書かれているんですが、まあそれぞれ対応するものを選べという問題で、もう過去問にはありはしたんですけれども、覚えなくてもいいでしょうというふうに思ってて、一切対策はしてこなかったですし、まあ出たらもう間違う覚悟でいたので、私にとっては間違ってて当然な問題で、まあ運も味方にならなかったっていう感じですね。はい、続いて問11で、これ答えが4番で回っていたわけですが、これもちょっと考えてしまいましたね。結果的に1234じゃない、1235が割ってるよなと思って、4番はいまいちわからんなと若干思いつつ、ただまあやっぱりトレーサビリティって何なのっていうところを抑えられていたかっていうのがポイントかなと思います。で、別にこれなんていうんですかね、ある値以内にあることがトレーサビリティってわけじゃないので、こう言葉で私も説明ができませんけれど、まあ読んでて違和感のある文章ではありましたね。で、次に問12で、もう明らかにトレーサビリティの用語の説明があるんですよね。というのも説明文が書いてあって、これは何ですか、何の説明をしていますかなんですが、それがまさにトレーサビリティのことで、まあ、文書化された構成を通じてっていうところがやっぱりポイントで、まあ、別にその値がある値以内だったらトレーサビリティが確保されていますとか、そういうわけではないので、まあここの文章を読んで、あ、これトレーサビリティの話だっていうのが分かれば、11番に戻った時に、あ、これ絶対違うよねって、4番って違うよねっていうのは分かったんじゃないのかなというふうには思います。次、問13で、答えは5番で私も合っていました。この問題としてはそんなに難しくなかったんじゃないのかなと、むしろあんまり知らなくても解けたぐらいのレベルだったと思います。これ何をしているかというと、構成してるんですよね。構成をしました。で、その構成をした前後で誤差の値っていうのはどうなりますかっていうのが5番に書かれているんですけど、まあ普通に考えて構成したら誤差はちっちゃくなりますよね。ですが、ここでは通常大きくなるっていうふうに書かれているので、まあ明らかにこれが違うんじゃないのかなっていうのは、まあ読んで、まあ、分かりやすかったんじゃないのかなと思います。絶対正解しておきたかったような問題の一つだったんじゃないのかなと思っています。で、次に問14、こちらは正解が3番で、まあ3番でしたね。この動画撮っているのは1週間後だったので問題忘れてたんですが、偶然誤差をゼロにとか、そういうのが×ですというお話をしました。
ここの問題文章では偶然誤差を除くためにっていうふうに書かれてるんですね。まあどちらも似たような同じような意味なんですけど、偶然誤差ってなくならないので 100%× なんですなのでこれもまあ過去もやってればちゃんと3番を選べたんじゃないのかなっていうぐらい典型的な間違いですね。問15、こちら答えは4番で回ってました。でよくある過去問でもよく見かけるので、まあ、比較的正解できた方っていうのはいらっしゃったんじゃないかなと思います。で結局もうこれが分かっていればもう解けますよねっていうので、まあ代入して言えるだけです。終わりです。で次に問16ですが、こちらは答えが3番で、私も3番を選んで合っていたんですが、まあ勘ですね1番と2番と5番は合ってるなってのは分かったんですよ。なので答えとして3番か4番かっていうところを、でじゃあ何が間違っているのかなっていうのを考えた時に、先ほど出てきた3番って信号因子とか制御因子、誤差因子っていうのが書かれているんですが、まあ、その辺の言葉がちょっと間違っているのかなぐらいの感覚で書きました。これは合ってて結構嬉しかった問題ですね。